サッカーゲームでの自身の能力など気になったことやチェックしたことありますか？昔めっちゃありますよ。僕はもう本当2012年にビジネスを、まあ、サッカースクール立ち上げたんですけど、当然そこまでは何にもやってなかったんで、サッカー以外はね。でゲームウィニングイレブンとかやりまくってたんですよ。でウィニングイレブンやってる時もちろん自分使うわけですよね。ほんでもう能力が低いからもうふざけんなと、もう訴えたろうかなと思って、もう俺の試合ちゃんと見に来いと。キャプテンズって足が遅いのいいよと、その足の能力低いのはね。でもいやいや、もっとパワーとか、まあ、キックな、左足のキックとかやったらもうほとんど世界のトップレベルやから、それちゃんと載しとけよデータにっていう、そういうのを何回もゲームやりながら自分使ってブチ切れてましたね。